私たちはアミンチュを応援しています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。やぞーさんやきカステラ風味のやせらやめお湯しかわしよといにこへんねあったかいもん届けんね。あったかい言うてまし上手に焼かれへんからちょっとあんなことはもう運ぶだけやねんけどな。それでもよかったらこうてってやすのおっさん焼き行く道は北風も風カステラ風味のやせらやで。あっち向いてほい、するで。右か左か、二つに一つ。わしと同じ方向いたら負けやで。やつの王さんとあっち向いてほい。勝った？負けた？今度はイベントで勝ち勝負しような。ポンポイポンセブンポンセブンポンポンセブンポンセブン琵琶湖大橋東側トボタポッドポンセブンポンセブンエクステリアはエクス。ヤスノさん、これってサンセブンさんのテーマソングですよね。おお、上海で乗せられて歌ったね。そういえば11月12日にサンセブンさんのエグズ誕生祭秋祭り楽しかったですね。いや盛り上がりまくりやったね。この日の総合司会はキラリン滋賀でもおなじみの岡山ひとみさんでした。うまいこと進行してくれやったさかい、もう大船敷に乗ったつもりで安心やったわ。大船の間違いです。おい、さてこの日は和太鼓の演奏やバザー、マルシェなどたくさんの催しがありましたね。はい、すいません。はい、美味しいです。あっちこっちで楽しいこといっぱいやったな。かいつぶりのふわふわも登場してたぜ。ちょっとマルシェのご紹介。こちらはお稽古バイキング T ファクトリーさん。そうですね、アロマテラピーをはじめとしまして、ブルーデコアクセサリーとか、あとは今流行りのねハーバリウムっていう形で、こういう習い事を習っていただけるカルチャースクールになっております。誕生花セラピーですとかカラーボトルカウンセリングでご自身を知るカウンセリングもさせていただいております。そうですね、女性が輝くためのお手伝いっていうか、寄り添って一緒に楽しみましょうっていう、そういうコンセプトでやっております。基本的にこういうねイベントに呼んでいただいたら飛んでいきますし、あとは自宅教室あるいはカルチャースクールとかあっちこっち で出ております。それから金幕剥がしのココチエさん。皆さんサンルームの中で気持ちよさそうに施術を受けてましたよ。ココチエのチエコさんはカイツブリの歌をいっぱい歌ってくれている歌手でもあるんですよ。そしてさらにこの日はあれのお披露目会がありましたよね。あ、はい、わし、ヤスノオッサン改め霧雨次郎に改名します。何のお披露目してるんですか。え、わしの新しい芸名のお披露目違うの。違いますよ。それに霧雨次郎って微妙にダサいですよね。ダサいとか言わんといて。そうじゃなくて、今年の安野さん焼きの味が決まったお披露目でした。お豆腐ベースのしっとりチョコレートケーキと
板チョコをダブルで挟み込んだ濃厚&リッチなおっさん焼き。普段は神出鬼没な屋台でしか買えないだけあって、整理券の配布前からたくさんの方に来ていただいて、600個を超えるおっさん焼きがすぐに完売しました。みんな喜んでくれだったな。それからこの日はオペラを歌うすごいキャラヤスオンくんが応援に来てくれて、自慢の喉を披露してくれましたよ。いや、この日が記念すべきデビューだったらしいな。ええ、でも貫禄十分でしたね。そうやったな。そんで続いてお待ちかね、アミンチジョーやで。この日も安野さんはいっぱい遊びました。まずは赤白旗揚げバトル。ピンクはなしよ。赤上げて、黄色上げて、どっちの下げて、黄色上げて、黄色下げて。次にだるまさんが転んだ。反射神経の勝負やで。ダールメシアとダルモンド。あけーこれでイエーイ。そして最後は安野さんとガチ勝負、あっち向いてホイ。ヤスのおっさんとあっち向いてホイ、はい、やったー、見事ミラーでーす。素晴らしい。ヤスのおっさんあっち向いてホイ、最高。お願いします。ヤスのおっさんこれは面白い。これはすごい。ミラーでーす。面白い。やったー。でも今回もヤスのおっさん全敗じゃ。ドーンセーブ、サンセーブ、ビワコー、東側。あ、そや、ほんまに白子橋東やかどうか、わし空からひとっ飛び見てくるわ。ほれダックルー、ほんまに白子橋の東側やったで。みんな知ってる情報わざわざ空からありがとうございます。あら、なんか勢いついてたまらへんわ。おっさん、わしポツン。次は会ってくれてありがとうだもん。当たり前が眩しいな、いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、会ってくれてありがとう。白平老舗は越郡愛荘町にある老舗の和菓子店だ。いただいたありがとうメッセージ。江戸時代から続く地元で愛されているお店です。地域の食材を使った地産地消のお菓子の数々、おすすめは金柑大福です。ありがとうございます。やっぱ自分が思いながら創作してる、こう何て言うんですかね、理念というか信念というか、それはそのままお客様が今言葉にしていただいてるんで、ほんまにやっててよかったなと。白平老舗は慶応元年、中山道66番目の宿場町越川に創業し、のぼるさんは5代目にあたる。地元の人はそれぞれの白塀の思い出を持っている。観光協会の無料休憩所でご近所の皆さんにお話を聞いた。で、白塀さん、今金柑大福とか
結構美味しくて有名なんで、旅人さんもそれをめがけて来られる旅人さんもいらっしゃいますので、ご紹介させていただいております。でも私の子供自分からはちょっと高級なもんですなかなか毎日は当たりませんでした。はっきり覚えないと一回家でお客さん呼んだりするときは法事とかの時にね、お茶菓子として使わせてもらったな。もう未だに味が忘れられるぐらいの美味しかったね。たわらもらったお餅が張ってるね、お菓子やね。皆に親しまれている白塀のお菓子は定番から新商品まで個性派ぞろい。中に牛皮の餅の入った米どころ、それがうちのメイン商品とさせていただいている中で、それを追い越す勢いで、今金柑大福という中に完熟の金柑が蜜漬けして、それを丸ごと一粒使った大福とかですね。10年ほど前から滋賀の名店として全国のデパートの催事に呼ばれるようになった。東京の方のお客さんなんかも、あ、白塀さんやんかって言って、昔の戦後の集団就職で東京に行かれた方が、こう、昔よ行ってやれ食べたわとかね、よ頑張ってるなというお声掛けもいただくんで。商品を説明する折には地元越川の紹介も欠かさない。そうして生まれたのが越川の伝統工芸品瓶手まりにちなんだ瓶細工手まり。白塀がこだわるのは菓子の原材料。頼れる味方は地元の供養門農園。こだわったお米や味噌、ブルーベリーなど本格的な直売所で販売もしている。うちもね、自分の商品だけじゃなく、この餅は丹精込めて作ったもち米なんですとか、そういったちょっと付加価値をつけて販売はさせてもらってますね。そうですね、やはり自分の作ったものを地元の方に少しでも食べてもらえるという思いで、適宜に作業することと土作りというのをこだわって栽培させてもらってます。越川を愛し越川に愛される白塀老舗、会ってくれてありがとう。会ってくれてありがとう。そんな会社やお店を教えてください。あなたに代わってありがとうのメッセージをお届けし、テレビでご紹介します。ニックネームの投稿で構いません。宛先はこちら、お待ちしています。今日のエンディングはこちら。ひのまうんたまおしっこ出てしもたんよ、またおふたに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てね。